はい、こんにちは。こんにちは、どうもです。どうもです。はい、今日は謎のクワガタを掘りたいと思います。そうなんですよ。今日はね、謎のクワガタが孵化したので、はい、掘りたいと思います。あっ、というのもですね、マンディブラリスのペアを買って、ワイルドのメスから持ち腹で生まれたクワガタが、なんかね、どうやらね、マンディじゃないのが孵化してきたようなんですよ。 WF1 と、ワイルドをかけたメスと別に、ワイルドの方もね、ちょっと持ち腹で幼虫ね、育てたんですけど、どうやらなんかね、瓶の外から見ると違うのが浮かしてるっぽいんですよね。羽の色がね、なんかおかしいんですよ。マンディじゃないんですよ、これ。間違いなく映るかな、これ。これ、わかるかな。ほら、これ。これね、最初浮かしたての時はまだね、羽の色がね、色づいてないなと思って、ちょっとだから黄色っぽいのかなと思ったら、もうね、浮かして1ヶ月経つんですけど、羽がね、黄色いんですよ、ずっとね。こんな、なんとなくあれっぽいですよね。これマンディのワイルドのメスを買って、なんじゃない、マンディのペアを買って、ワイルドのペアを買って、持ち腹から浮かしたクワガタになります。はい、では今日はこの謎のクワガタを掘り出してみたいと思います。多分あれが出てくるんじゃないかなと思いますけど、はい。何が出るかな。何が出ると思う。絶対ない。何が出ると思う。絶対ないだろ。あれって何。あれだと思ってます。これですね、これでしょ。五本図のカブトのこと言ってるでしょ。これが出てくると子供は持っているようです。さあ、何が出るかな。早速やってみよう。はい、カメラ切り替えました。ちょっとね、片手でやるんでお見苦しいかもしれませんが、早く開けてくれる。開けられる。開けられない。開けられないか。片手で。片手は無理か。さすがに。いや、ちょっと待ってね。早速出してみます。早くして。はい、じゃあ開けるよ。うん、一回ちょっと開けます。開けてからまた。僕掘りたい。僕開けてみますね。ね、僕も掘りたい。ほらほら、はいはい。じゃあちょっと、じゃあ中で、ほら中でボロボロ出るから。いい、これもう取っちゃえば。これ取っちゃって、よしよし。じゃあちょっと掘って、じゃあちょっと途中まで掘って、最後お父さん掘るから。おい、食べるなよ、土を。なんか、大丈夫、ちゃんと押さえて。さあ、ドキドキします。何が出るでしょうか。ほらほらほら、クワガタいる。あ、オープン。あれ、ほら、いた、いた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 。ほら、なんだこれ。これは図鑑持ってきた方がいいんじゃない。え、図鑑。顔が近い、顔が。え、あ、電気切れ。ほい、たまたま。え、図鑑。ほら、全然違うクワガタが出てきたぞ。これマンディじゃないよ、これ。うん、そこ閉めてってくれるよ。さあ、出ました。いきますよ。入れよう、謎のクワガタ。ちょっと出たー。おー、これは見たことあるぞ。見たことあるクワガタが出てきた。おお、はい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 。じゃあ調べて。さあ、これ
いや、これラッキーなのかな。ラッキーか。あれじゃない。あ、あれだ。まあね、マンディはね、無事に、あれ、WFR のメスがいたからちょうどよ、ね、マンディはこれじゃない、生まれてよかったけど。ねえ、これじゃない、これ。お、そう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 、そうだよ、そうだよ、これだよ、これ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 絶対これ、これだよね、絶対間違いない。ちょっと、お、すげえ、一発で開いたんだよ。じゃあ、サマタクワガタの仲間、これだ、これ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 、なに、なんて、なんて書いてある、なんて書いてあるか。お、元気、元気。なに、ほら、見て、これでしょ。パリ、スタマタクワガタ。パリフ、あ、知ってる。あれでしょ、セアカフタマタでしょ、これ、要は。違うの。あ、かっこセアカフタマタって書いてある。危ないぞ。おい。大丈夫。大丈夫じゃないだろ。すげえかっこいい。はい。ちょっとじゃあ、よし、どんな変えようか。はい。というわけで、ね、マンディブラリスワイルドのメスからなんとじゃない。ワンディブラスワイルドのメスだと思ってたメスからなんとセアカフタマタクワガタが生まれてきました。イエーイ。セアカフタマタだと思った。あ、じゃあどれくらいの大きさか調べようか、一応ね。僕が知らない。ちょ、ねえ、僕ちっちゃいですよ、一応ね、ちょっと大きさ、ね、僕危ないよ、ほら、ここだいたいね、50、僕から怖いもん、これ50じゃん、これ。この二股軍団ちょっと怖すぎる。50、こんなもんじゃない。怖い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 、来るな来るな、よく、いいなって、あー、これじゃない、怖い、ねえ、こんなもんでしょ、ほら、もう謎の子は、おい、ちょっと、65ミリぐらい、もう謎の子はたじゃないじゃん。すげえかっこいい、かっこいい、はい、というわけで、ね、クワガタが、まあ、無事孵化しました。まあ、よかったです。マンディ、マンディじゃなくてラッキーかな、ラッキーでしたね。なんか聞いたことあるんですけど、なんかそのマンディだかセアカだかってメスってすごく分かりづらいっていう噂を聞いたことあるんで、まあ間違ってね、あのペアで入ってきたんだと思います、買った時にね。よかったよかった、よかった、まあ、結果的によかった。いいパスで、はい、いいパス、新生虫、セアカフタマタクワガタの新生虫です。マンディ持ってきたら喧嘩するのかな。マンディと一応比べてみるか。いい、マンディ、まあまあ、くっつけなきゃ大丈夫だろ。ちょっと待って、絶対喧嘩する。喧嘩はしないと思う。だってここにくっついてもん、まだ餌食べてないもん。喧嘩するよ、絶対。喧嘩したらやばい、はい、殺し合いになる、ほら、絶対強い。これがマンディね、絶対こっち強い。こっちが、WF、おぶね、おい、こっち来るな、こっち来るな。これダブルバトル。ダメ、やめろ、やめろ。ダブルバトルしたい。こっちがね、ワイルドのメスから生まれたやつで、こっちは WF1、うちで育ったメスとワイルドのオスを掛け合わせたマンディになります。ね、かっこいいね。まあよかったんじゃない？よかったね。はい、というわけで今日は、意外なクワガタが、羽化しましたっていうお話です。お話、動画です。はい、それでは終わります。さようなら、バイバイ、バイバイ、またクワタとか吠えようね、吠えようね、さようなら、甘いの。